明日になれば、明日は何して遊ぼうかな。天井を見上げたまま僕がそうつぶやくと、お父さんが水を差すのだった。いくら待っても明日は来ないぞ。寝耳に水とはこのことか。僕は上半身を起こす。どうして？どうしてもさ。お父さんは背中を向ける。僕は途方に暮れる。あのね、どうも明日が壊れちゃったらしいのよ。お母さんが小声で教えてくれた。嘘だ。夜中なんだから大きな声出さないで。でも嘘だ。本当なのよ。僕は頭を枕に戻してまた天井を見上げる。大人の言うことなんか信用できない。明日が来ないはずあるもんか。だってほら、僕の家の天井はとても高くて、あんなにたくさん星が瞬いているんだから。